バーセリオス・クレーミスは、インドのシリアマランから天霊カトリック教会の総、大司教カトリコスである。本名は、イサーク・トットゥンカル。2012年11月24日に、ローマ教皇ベネディクト16世によって、数ー教に任命され、シリアマランから天霊カトリック教会から選ばれた、初の数ー教となった。イサーク・トットゥンカルは1959年6月15日に、 南インドのケイララ州、パタナムティッタ県のマラッパリー近郊の小さな村ムッコールで生まれた。彼は1976年から1979年までティルバラの初等人学校に在学した。1986年6月11日に主催に除海され、彼はバンガロールのダルマラム大宮学校で1989年まで進学の修士号のために勉強した。 1997年には、ローマの聖トマスワクイナス大学からエキュメニズム神学の博士号を授与された。ローマから帰国すると、彼はバテリー司教区の司教僧代理に就任した。2001年6月18日、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世は、彼をヨーロッパ、北アメリカ地域のシリアマランから、天霊カトリック教会のためにアップストリックビジターと、 ティルバナンタプラムの補佐司教に推挙した。そして同年8月15日にティルバラでイサークマール・クレーミスの名で司教に除解された。2003年9月11日、ローマ教皇庁はクレーミスをティルバラ司教区の第6代司教に任命した。2007年2月7日から同月10日の間に招集されたシリアマランから天霊カトリック教会の忍土においてクレミスは 全会一致で第2代のカトリコスに選ばれた。ローマ教皇ベネディクト16世は2月9日に、これを承認し、翌日発表された。クレーミスは、バーセリオス・クレーミスの名で2007年3月5日に、ティルバナンタ・プラムの聖マリア大聖堂にて、第2代シリアマランから天霊カトリック教会総大司教、カトリコスに着座した。 クレーミスは2012年11月24日にローマ教皇ベネディクト16世によって数機教に任命された。シリアマランから天嶺カトリック教会から数機教が選ばれたのはこれが初めてである。彼は自身の数機教任命はインドのカトリック教会の統一と多様性に対するローマ教皇の感謝の印だと述べた。2013年1月31日。 彼は、ベネディクト十六世によって、ローマ教皇庁の東方教会省と諸宗教、対話評議会のメンバーに任命された。その年に行われたコンクラーベでは、有権数奇教として参加し、新教皇フランシスコを選出した。このコンクラーベにおいて、彼は、ラテン天礼とは異なった、独自の天礼、祭服を用いる四人の数奇教の一人であった。ありがとうございます。